どうも皆さんこんにちは。うぶ主のケロポンです。ゆっくりフライだよ。というわけでお待たせしました。フライデーナイトファンキンの続きです。今回はウィーク2から遊んでいくんだよね。そうだね。ようやくロード地獄から抜け出せたので、ちゃんとウィーク7まで遊んでいくよ。それじゃあ行こうか。まずはウィーク2、スキット&パンプが相手だね。あらかわいい。3曲目にモンスターって書いてるけど、この2人はモンスターなの？いや、この2人は仮装したことごとだよ。お、このロード画面いいね。GF も GF も雷に怯えてるね。怯えてる GF かわいい。終わったね。それじゃあ次に行こうか。ちょっとテンポが速くなってよりハロウィンっぽくなったね。そして譜面も少し難しくなってる。意外と密してないね。前回からだいぶ間が空いて、その間にいろんなモッドとかやってて、結構操作に慣れてるからね。それでも階段とかはマジで苦手だし、しょうもないミスとかも普通にするからね。2曲目終わったね。それじゃあ3曲目レッツゴー。うわ、なんだこいつ。こいつはモンスター、通称レモンデーモンだね。喋んのかよこいつ。地味にイケボだし。そして歌詞も結構物騒なこと言ってるんだよね。
はやばいけど、この3曲目地味に好きなんだよね。お次はミークスリー、ピコが愛してだね。銃持ってるけどどんな子なの？ピコは統合失調症でずっと銃を持ってないといけないみたいだね。彼は CF の父親から DF を殺すようにと言われ雇われてるけど、二人は旧知の中で殺せないためボーカル対決をするってわけだね。お、背景が夜の街でかっこいいね。ちなみにここは制作会社のニューグラウンドのオフィスの屋上らしいよ。電車が通って GF の髪がなびくのもいいね。どんどん行こう。
曲目終わったね。3曲目レッツゴー。2, 1, go!3曲目終わったね。それじゃあ、どんどん行こうか。